ハワイ最古の島カウアイ島。手つかずの自然があふれることからガーデンアイランドとも呼ばれ、車で入れる場所は島の 10% ほど。そんなカウアイ島には古くから残る大自然を体験できる場所がたくさんある。ハワイ語で絶壁を意味するナパリコースト。映画のロケ地でも有名な絶景を上空や海から眺めることができたり、イルカが見られたり、シュノーケリングもできる。また王族の結婚式が行われていた洞窟、ここを訪れたカップルたちには永遠の愛を約束するという言い伝えが残っている。カウアイ島に今も息づく自然は他にもある。太平洋のグランドキャニオンとも呼ばれる美しい渓谷や、大自然の中にある3つの植物園では、ハワイだけでなく世界各地の植物を堪能することができ、ハワイ最北端の灯台では珍しい保護動物が見られる。さらに用水路の川下りや山の谷間を滑り落ちるジップラインなど、アクティブに大自然を感じることができる。豊かな自然に恵まれたカウアイ島、大自然を体感しにカウアイ島へ行ってみよう。